ですよね。そのどこの国の人ですか。これコスタリカの男の子です。まだいい。コスタリカ。可愛い。これね、ファンカルロスチャベス君、15歳。可愛い。あら、だいぶ食いついてきた。可愛い。騙されたい。転がされたい。可愛い。さらにあと 3C の一つ、チリのイケメンもあります。こちら、あ、可愛い。じゃあお前も大好きやお前興味ないとかよう言ってたな 3C が思ってる自分に引っかかってきて、アメリカとかアジアとかじゃなくて 3C 好きなのかもしれない。あ、ちょっと 3C 舐めてみます。うん、この3人、ほらほら、いい 3C で、私3C です。久保さんは何もないんですか、こういう人たちに会って、ね、すごい言われるんですけど全然なくって。いや、あるでしょ、だって、もちろんあなたもね、向こうに出向いてるわけだから僕の部屋に来ないかとか。いや、私踏み入ったことないですね。ないの。ないんですよ。付き合ったこともないです。誘われたことあります。誘われたことありますけど。なんでそこブレーキかけるの。でもあんまりなんかこう現実味がない方がいいんですよ。手が届いちゃうと面白くない。だから2人はもうあるもんね、その関係は持ったことあるもんね。そうですね。いやいや、別に濁さんでええよ。そんな、おそらくあるんでしょう。テレビの前でそんなこと言えない。お前エピソードの1個目タイのマッサージやろな。何で喋ってますか。バービーは、はい、なんかこう接し方とかあるの。私あの英語全然得意じゃないんですよ。喋られへんの。喋れなくて、結構あえてそうしてる部分みたいなとこがあるんですけど、うん、こうソウルとソウルで会話したいっていうのがやっぱあるんですね、うん、なのでその言葉が通じないのにこうソウルで通じ合えた瞬間がゾクゾクするみたいな、あ、その楽しさが欲しくってわざとこうボディランゲージで接するみたいなところあります。さあ、そして今度ブラジル。これブラジルといえばやっぱりリオのカーニバルで象徴されますように、はいはい、これ陽気なイケメンが多いと。いや、そのイメージはね、いうことなんですね。これも久保さんが、はい、街を歩いてたら